何かとてつもなく恐ろしいことが起こっている気がします。おーい、大変じゃ。見てくれ、金の毛皮が。ということじゃ、金の鹿の毛皮も肉も何もかもなくなっちまった。呪いじゃ。この進は呪いの進じゃ。みんな大変だ。ダーダを見てくれ。巫女様、これはどういうことなんじゃ。やはりこれは六神様の呪いじゃろうか。わしらはどうすればいいんじゃ。巫女様、巫女様、どうかお助けを。私はまだ修行中の身ですゆえ何もわかりません。ですがババ様なら、あるいは。この巣は人間の体も弱らせるみたいだ。特に体力のないお年寄りたちがやられてる。まさかババ様。わしはもうダメじゃ。
だが教えてくれんかね。昨夜から妙に騒がしい。何か恐ろしいことが起きているのではないかね。パパ様、実は。ババ様は何と？これは紛れもなく六神彦の御事のたたりだと。おお、なんということじゃ。わしらはどうなるんじゃ。死ぬんか、村は滅ぶんか。ババ様がおっしゃるには、同じ呪いの伝承を西国で聞いたことがあるそうです。神の住まう禁足地を犯した者たちの村に呪いのすすが降り積もると。そのすすは大地を覆い土地を呪い、大きな災いを招いて村を滅ぼすのだそうです。この村はどうなるんだ。どうすればいいんだ。六神様の呪いじゃ。もうこの村は終わりじゃ。みんな落ち着いて、取り乱してもいいことなんてないよ。もう終わりだ。呪いじゃ。俺たちは全員もうおしまいなんだ。ミコ様、ミコ様とか、お助けを。どうか秘術でこの村をお救いくださいませ。そんな、私にはそんな秘術はとても。博識なババ様ならきっと村を救う秘術もご存知のはず。村のためにどうかよろしくお頼み申し上げまする。パパ様。スズヤ、何を聞きたいか分かっておるぞい。お頼み申す。どうか村を救ってくだされ。この通り身から出たサビじゃ。神を恐れぬ愚か者どもめ。呪い封じの秘術があるにはある。本当ですか。じゃあほうじゃ、すすの呪いを制すには劣らぬほどに呪われし邪法がいる。邪法とは。すずや、わしの荷物から本を。ババ様、まさかあの本ですか。生贄の身に封じ続けるという呪われた邪法じゃ。村をすすの呪いから救うには永遠に封じ続ける他はない。神の怒りの代償としてこの村の者たちは永遠に邪法を受け継ぎ続けるのじゃ。村が滅ばずとも、あんたらのその苦しみは少しは六神様を慰めるじゃろうって。覚悟の上です。
そして神を恐れぬ愚か者たちがどのような災いを被ったか、子子孫孫まで英語に伝え続けるのじゃ。伝えます、伝えます。ですからどうかお助けを。あんた字は読めるかい？読めますとも。村で字が読めるのはわしだけです。すすだきの秘術が記されておる。読み理解し、あんたが執り行うのじゃ。沈む前に。ババ様、ババ様。喉を詰まらせたんだ。ババ様、ババ様。しっかり、しっかり。これが呪いのすすを封じ込める邪法。村を救う秘術を巫女様より賜ったぞ。村尾さん、一体それはどのような。生贄を一人選び出さねばならぬ。静まれ。生贄は誰でも良いわけではない。若者から選ばねばならん。この儀式は明日の朝には行わねばならぬのじゃ。そう急に生贄を決めねばならぬ。生贄はどうなるんじゃ。命を奪うわけではない。呪いのすすのすべてをその身に封じ込めるのじゃ。神の呪いを一身に受けるのじゃ。楽なことではあるまい。ここにはすすを封じた生贄は長くは生きられず、やがて衰弱して死ぬとある。でも生贄が死んだら封じ込めた呪いのすすは。生贄が死ねば封じたすすは再び解き放たれ村を覆ってしまう。だから生贄は死ぬ前にこうなさねばならぬのじゃ。こうさすれば生まれ来る赤子に再び呪いのすすは封じ込められるという。そしてその赤子もやはり若くして死ぬ。
死ぬ前にまた子をなし、次なる赤子に受け継がせることで呪いの煤を封じ続けるのじゃ。なんて恐ろしい。皆の者よ、これだけがこの村を神の呪いから救う唯一の方法じゃ。死死孫孫まで永遠に我らはこの秘術を繰り返し続けねばならぬ。みんな村を追ったすすをかき集めるのじゃ。各家の長たちはわしの家へ集まっておくれ。生贄を決めねばならぬ。呪いのすす。そう、それでこの土地の名前がすすだになったのよ。さっき鹿は神聖視されているからお年寄りは鹿の肉を食べないって言ったわよね。本当は神聖視じゃなかったの。呪いに怯えていたのよ。鹿の肉を食べたら呪われてしまうかもしれないってね。それが長い年月の中で改ざんされていって、すすだの地名からもすすが消え、今日のすすだになった。呪い元神社の名も祝い元神社に名を変え、過去を語り継ぐ伝承さえも書き換えてしまったのよ。でもどんなに過去を隠そうとしても、神の怒りは永遠。邪法によって封じた呪いのすすが消え去ることはないの。まさかその呪いのすすが現代にも。それを受け継ぐ末裔の一人が私にも。本家じゃないけれどね、いわば分家。本家に比べれば私の受けてる呪いなんて可愛いもの。じゃあ黒神さんは。そう、トエちゃんは千年前の六神彦の御事の呪いを現代に受け継ぐ呪われし生贄。トエちゃんが本家で私が分家。つまり私たちはものすごく遠縁の親戚にあたるというわけね。だから私にはわかるの、彼女が六神彦の御事の呪いでどれだけ苦しんでいるか。またジンジャーエール頼んでいいっすか。あ、俺コーラにフランクフルト。
あと漬物とか頼んじゃっていいすか。なんだよ漬物って、お前しびな。おめえらは何でも好きなもん頼め、金ならいくらでもあんだからよ。もっとハゲチーノじゃんじゃん歌え、曲切らすんじゃねえぞ。俺はよ、このイカれた大騒ぎが大好きなんだよ。あの曲が切れた時の沈黙が耐えらんねえんだよ。うっす、翔さんゴチになります。翔さんの性癖ってマニアックだと思いますわ。俺たちは高校出たら即結婚だとよ。俺は紳士だからよ。それまではフィアンセのミサオはちゃんと守るわけ。あ、いや、イーナスケとかマジ羨ますよ。どうやったら今時イーナスケとか作れるわけすか。ああ、お前知らねえの。一目惚れだよ、こいつの一目惚れ。なんかよ、ある日突然黒髪家から俺ん家に電話があったんだよ。娘が俺に一目惚れしたからお見合いしてくんねえかってよ。なあ、おめえの一目惚れなんだよな。はい、翔さん。すっげえ、そんなことってマジであるんすね。まあ正直、会うまでは割と浮かれてたんだわ。何しろ黒髪家ってこの辺りじゃ結構知られた金持ちなんだろ。うち親が不動産屋やってんすけど、黒髪家はマジパネっすよ。この辺りで商売やるときは黒髪に挨拶がねえとシャレになんないって言ってましたもん。だよな、そんな大物の金持ちのご令嬢が俺に一目惚れってんだから、そりゃ浮かれるだろ。で、会ってみたら頭のネジがぶっ飛んでるイカレ女だったわけだけどよ。どうか亀沼翔殿とのご婚約を切にご検討願いたい。実は娘は遺伝的な持病があり、長くは生きられません。あれの母も祖母も30を迎えるまでに亡くなりました。とえもおそらくはせいぜいあと10年ほどしか生きられないでしょう。もちろん翔殿の大切な人生をお借りするのです。これくらいは当然と思っております。トエが亡くなるまでの間、一切の金銭的なご迷惑はおかけいたしません。Thank you.
もしご承諾いただけるのでしたら、当方からお願いしたいことがございます。婚礼の件です。高校を卒業と同時に直ちに婚礼を挙げていただきたく存じます。そして生まれた最初の子を当家の養子にいただきたいのです。んで、俺は速攻 OK したってことよ。こいつは何が何でも後継ぎを産まなきゃならねえんだ。俺には逆らえねえ。俺は使い切れねえ小遣いで遊びまくり。んで卒業したら、こいつの結婚ごっこに付き合ってよ。ガキができるまでやりまくりよ。何しろガキは向こうが引き取るってんだ。俺には何の後腐れもねえ。すっげえ話っすね。一目惚れバンバン剤だぜ。イケてる面に生まれてきたことを親に感謝しねえといけねえな。なあトエ、お前俺のことが好きで好きで仕方ねえんだよな。はい、初めて翔様をお見かけした時からトエは翔様の虜です。マジで？イケメンはつれえわ。それなめろよ。一目惚れした翔様の唾だぞ。ありがたくなめられるよな。おいしいよな。はい、翔様の唾おいしいです。あ、曲を切らすんじゃねえよ。すんません。おい、リモコン取れよ。てめえなんざ人間じゃねえ、犬だ。